こんにちは、荻上チキです。今日から定期的にいろいろな本を書評していきたいと思います。特に社会問題を改善してくれるための知識をくれる本、そうしたものをどんどん紹介していきましょう。今日取り上げるテーマはいじめです。本屋や図書館にもたくさんのいじめに関する本が並んでいます。しかしそうしたいじめの本の中身というのは玉石混交、特に玉、すなわちいい本というものが少なくて、石、つまり雑多あるいは頼りない本が多いなという印象があります。それはどうしてなのか。それはここ30年近く世界中でいじめに関する研究が行われてきたんですが、そうした研究の蓄積というものを前提にしていない本があまりに多いからなんですね。今日はそうした中でいじめに関する科学的な根拠を踏まえたいじめに関する本というものを3冊紹介したいと思います。今日紹介する本に共通するテーマは学校風土です。まず1冊目の本、それはこちら、学校を変えるいじめの科学。世界中で書かれたいじめに関する論文のエッセンス、それを抽出して1冊にまとめた本がこちらにあります。世界の学校の中でどういった教室がいじめが多いのか、どういった教室がいじめが少ないのか、子どもたちがいじめを止めてくれるような、あるいは先生に報告してくれるような、あるいは先生がちゃんと介入してくれるような、そういった学校風土を作っている教室の特徴というものがこの本を読んでくるとわかります。続いて紹介する本はこちら、いじめを生む教室。これは僕が書いた本なんですけれども、先ほどの本と打って変わって日本に関して書かれた論文のデータばかりを集めた一冊になっています。でこちらの本もですね、日本の中で学校風土によっていじめが増えたり減ったりする、特にそうした学校風土がいじめを生むための一つのメカニズムとして子どもたちに与えるストレスというものに着目をしています。学校風土によっては、例えば学校にいろいろゲームとか本とか持ち込んではいけない、あるいは制服などが厳しい、あるいは5分前行動、あるいは食事、つまり給食ですね、そうしたものを残してはいけないなど厳しい校則が残っていたりする学校がたくさんあります。実はそういった厳しい校則が残っている学校ほどいじめというのが多いんですね。それはなぜか、学校風土がストレスをたくさんもたらすことによって子どもたちに非行や不登校、そしていじめといった逸脱行動をもたらしやすいからなんです。そうした学校の風土、学校の雰囲気をどうすれば変えることができるのか、そうしたのことをデータを交えてふんだんに紹介しているのがこちらの本です。さて最後の一冊がこちら、オルベスいじめ防止プログラムです。今まで紹介した本ではいじめがどんな教室で増えるのか、どういった教室は減りやすいのか、そうしたものを紹介してきましたが、こちらの本はでは大人がどういうふうにいじめに対して介入すればいいのか、そうしたものが盛り込まれている本です。このオルベスいじめプログラムというのは世界中で取り組まれている実践なんですね。1990年代頃に世界中にどんどん広がっていって、子どもたちへの声のかけ方、子どもたちへの教育の仕方、そうしたものの実践例というものが紹介されています。こうした科学的根拠にのっとった本を多くの人が手に取ってくれることで、いじめ問題を少しでも解決できるような社会風土に変えていく、学校風土に変えていく、そうしたことが進めばいいなというふうに思っております。以上、荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。